ジャック・ブレル、ジャック・ロマン・ジョルジ・ュ・ブレル、1929年4月8日から1978年10月9日は、ベルギーで生まれ、フランスで成功したシャンソン歌手、作詞作曲家、またその作詞の素晴らしさから詩人とも評された人物。英語圏においてもその詩は数多く翻訳され、知られている。また、フランス語圏では俳優及び映画監督としても有名である。 ベルギー、ブリュッセルの地区のスカールベーグ生まれ、ジャック自身はフランス語を母国語としていたが、一族は父さんのロマンブレルがイーペルにほど近いザンドブールとガブリュッセルに出たフランデレン人の流れを組んでいた。父親は妻の兄と板紙工場を共同で経営しており、そこの技術者として働き始めたジャックは後に父を継ぐものと周囲からは思われていた。 しかし彼自身は、後継者になろうとなど全く考えておらず、カトリック人道主義の青年組織、ラ・フランシュコルデに加入し歌や演劇を熱心に行うなど、文化的な活動に興味を覚えていた。1950年に、その組織で知り合ったテレーズ・ミシー・エルゼンと結婚した。1950年代初期には自ら作った曲を、ナイトクラブで歌いつつ、 歌手として、そこそこ知名度を得ていたジャックは、1953年、ついに78回転のレコード、LA, FO, ELYA を発売した。これは200枚程度しか売れなかったが、新人発掘の手腕が知られていたジャック・カネッティの目に、止まった。板紙工場の仕事を辞めて単身パリに移り住み、キャバレーやミュージックホールで、ステージに立ちながら、曲を書き溜める日々を送りつつ、 1954年には初のアルバムを発表した。この中の一曲、OK 悪魔をジュリエット・グレコが取り上げリサイタルで歌ったことから、ジャックの名は知られるようになった。1955年1月にはベルギーでのポップミュージックなどを開拓した人物といわれるボブ・ジャーン・ショーペンがブルッセルのアンシエンヌ・ベルジックを発売し、ディスク大賞を獲得した。さらに、行かないで、 フランドルジョたち、マリーク、ソヨカゼのバラード、忘れ字の君などのヒットを次々と飛ばし、一流ミュージシャンの仲間入りを果たした。また、モーリス・シュバリエやミッシェル・ルグランとも共演をした。1950年代末頃に、ミイシュと三人の娘は、ブリュッセルに戻り、ジャックは単身生活を始めた。その頃には、友人のジュルジュ・パスキエ、または、 ピアニストのジェラール・ジュアネストやフラソワ・ローベから影響を受け、ジャックはそのスタイルを変えた。彼はよもやカトリック人道主義組織の吟遊詩人ではなくなった。彼の詩は愛や詩を、また人生における苦闘を高らかに歌うものとなり、曲調はより複雑な構成へ変化した。そして詩曲全体で取り上げるテーマは、愛の表現、悲観のためりたに、政治的なもの、ブルジョワたち、 ジョレス、精神のあり方、おい、本当だったら、フェルナンなど多岐にわたるようになった。また、ユーモアに溢れた曲、誰でもは、私のように伝統的な教育を受けていた時、自分妻の愛人はどう殺すか、や、情熱的な曲、の息子、ジョジョなども忘れられることなく続けざまに発表され、そのスタイルの自由さを示した。1968年、ジャックは、 ステージ出演からの引退を表明した。しかし引き続きアルバム制作は続けた。また俳優としても活躍し、1969年には映画でクロード・ジャドと1973年のではリノ・バンチュラとそれぞれ共演している。またミュージカルラ・マンチャの男をフランス語に翻訳し、自らの主演、演出でこれを上演した。彼の演技の才能は音楽と 比類するとはさすがに言えなかったが、1973年にカンヌ国際映画祭でパルムドールにノミネートされた監督、脚本、出演をこなしたコメディリファー・ウエストなどの映画に携わった。長きにわたってフランスの国民的スターであり続けたジャックだったが、1973年にフランス領ポリネシアに移住して一戦から身を引いた。1974年には、 アイスコイ2号で船出し大西洋横断を成し遂げた。また、1946年にアメリカの自家用操縦士の運転免許を取得して実際に航空機を所有し、1969年にはスイスジュネーブのレゼール飛行学校で軽機飛行証明の試験に合格して購入したリアジェット25の副操縦士まで勤めることができた。ジャックはポリネシア在住時には 小さな総発飛行機を買って、タクシー飛行機の仕事を楽しんでもいた。しかし聴衆から彼の記憶が消えることはなかった。1977年、ジャックはパリに舞い戻り、録音に取り掛かった。こうして発表された、久しぶりの、そして最後のアルバム、偉大なる魂の復活には、ポリネシアで書いた18の新曲のうち12曲が収録されている。しかし、 残りの6曲は永久に公開しないという契約がなされた。喫煙者であった彼は1974年の大西洋を横断中、肺がん罹患が発覚し一度手術を受けていた。1978年ジャックは再発した肺がんによりパリ郊外のボビニーで世を去った。彼はフランス領ポリネシアマルキーズ諸島にある。 ヒバオアシマーツオナのトレーターワンを見下ろす墓地に埋葬された。近くにはゴーギャンの墓もある。この地はヒバオア島の観光地となっている。ジャックの鋭敏な近くは彼をして日常から類まれな施策を苦もなく生み出せる革新的かつ創造的な芸術家たらしめている。彼の知性あふれる言葉は視覚的イメージを触発させやすくかつ豊富な語に。 溢れた表現で表され、それらは衝撃的であり、またシンプルでもある。作詞家の中でありふれた単語を並べただけの中に斬新さと芳醇さをもたらす能力において彼と被験するものを探し出すことは難しい。また、私は夏のユーデスで歌われた夏の夕方頃になると、漂い始める都市の雰囲気を表現したような、鋭敏とも言える陰湯の戦争も持っている。 その一方で優れた洞察力を持つジャックは人間社会の暗部とも言える事柄を死のテーマにすることを意図はなかった。ジェフ、ジャッキーの歌、アムステルダムなどではアルコール中毒患者、漂白するもの、麻薬常用者及び売春婦などを取り上げ、決して同情だけではない辛辣さも含んだ施策をしている。ほとんど全ての死はフランス語で創作されており、 フランス語文化圏でジャックは最も優れた作詞家の一人として評価されている。ただ時に一部フラマン語のパートがある。1961年にマリークやネネミー・キートパ・パレ・シンジェス、オンエヌ・ブリー・リエニや、1962年にレ・ブルジョア、ル・プラット・ペイズ、ロサ、レ・ポームズ・ディー・ユー・プチ・マタンなどオランダ語、吹き替え版を発売した例もある。ただし、 ジャックのオランダ語は抗勢力に乏しかったため、有名なフランス人翻訳家のエルンストヴァン・アルテナが訳していた。ジャックについては、その詩だけを論評しても、不十分な感がある。彼の作曲は一見オーソドックスに思えるが、その実は、幅広いスタイルに支えられたものである。彼は、私は礼へ訴える。なぜ男性は退屈しなければならないのですかのような、 物悲しく厳粛な曲だけではなく、冒険、ローザ、春にに代表されるリズミカルで躍動感にあふれた魅力的な作曲も得意とした。ジニ・ジャックはロマン主義的ながら世の闇をえぐるような詩に、あえてゆったりとしたラブソング調の曲を組み合わせ、湧き上がる不安感や苛立ちを抑える効果を生み出しもした。娘のフランス・ブレルは父親について典型的な フランデレン人でしたと述べた。彼女は続いて、規律と勤労を重んじ、いつも貴重面で。それは、もうあらゆる意味で私たち一家は、フランデレン人そのもの。父はそれを誇りに思っていましたと実会した。この娘の言葉通り、ジャック・ブレルは自らを、フランデレン人歌手だと表明してた。その心情は、田舎臭さを揶揄する、コミックソングでフラマンドのようなものもあるが、平らなくに、 平野の国、我が故郷マリーク、オステンド女の子、子供の頃、といった曲で歌った、フランデレン人やフランデレン地方への愛情が顕著に、ミラ、反動として、フランスナショナリズムを嫌った。だが、後に、フランデレン民族主義、フランデレン分離独立主義、フランス語共同体に対しては、明らさまな剣を隠そうとせず、1967年発表の、LAA、LAA、 LA では、ビーブレベルジア、メドポアーデフラミンゲンツ、ベルギー人万歳、フランデレン分離独立主義者どもクソクライト辛辣に、こきおろし、1977年の F の中では、フランデレン民族主義者を、ナチス・デュラント・ドレゲルへカートリック・エントレイエル。戦争の時には、ナチス。そうでない時は、カトリックから、強情と暴力を使い分ける世相のない連中と、通列に批判した。 そのため、極右勢力に目をつけられる結果ともなった。もし私が王ならば、フランデレン地域とワロン地域の対立について、ジャックはこのように語ったことがある。もし私が王ならば、半年の間すべてのフランデレン人ワロンへ、すべてのワロン人をフランデレンへ移住させるだろう。それは、兵役のように、家族と共に。そしてそれは、 私たちが抱える民族なり言葉なりの問題を一気に解決するだろう。なぜなら誰もが歯が痛むときは同じように痛み、母を敬愛するに同じように愛し、ほうれん草を好きか嫌いかも同じ。彼らはこのような普遍的なものに気づくだろうから。ジャックはフランスを魂の故郷と呼び、生まれ育ったベルギーについては反駁の態度を示したが、 ル・プラット・ペイズやイール・ネージュ・スール・リーチ、リエージュにユキですなど高い評価を絵師の中には、ベルギーへの彼の賛辞が垣間見られる。ロッド・マッケン英訳、異訳により、英語圏に紹介されたジャック・ブレルの曲は、多くのミュージシャンにカバーされている。ジョーン・バイズ、セオドアビケル、ザ・ボルショイ、デビット・ボーイ、ニル・バーナ、スコット・ウォーカー、ディバイン・コメディ、ブラック・ボックス・レコーダー、 アレックス・ハーベイ、グッバイ・ミスター・マッケンジー、ジャック・リュークマン、マーク・アーモンド、ウエスト・ライフ、モーマス、ニール・ダイアモンド、ジョン・デンバーン、ペーパー・チェイス、トム・ロビンソン、ジュディ・コリンズ、フランク・シナトラ、ダスティ・スプリング・フィールド、シャーリー・ホーン、ジェームス・ディーン・ブラッド・フィールド、ジューリブ・エナ・ベントラ、ドレス・デンドールズなど、カントリーシンガーである、ボビー・ライトやカナダのテディ・ジャックス、 元ポーファミリーによる1974年のヒット曲、そよ風のバラードは、禁止の人のリメイク。マレーネ・ディトリヒの、ビッテ・ゲイ・ニッシュとフォートは、n e m キー突破のドイツ語バージョンであり、同曲は少なくとも15カ国語以上に訳して、カバーされ、オリジナルのフランス語版でも、ニーナ・シモン、ナターチャ、アトラス、カーリー・アリソン、スティング、ナナム・ムスクーリ、 フリオイグレシアスなどのミュージシャンがレコーディングしている。ただし、凡庸な英訳では、本来の詩が持つ輝きや魅力的な叙情性が取り除かれてしまうため、翻訳者には高度なセンスが求められる。ミュージカル、ジャック・ブレルは、今日もパリに生きて歌っているで使われている、エリック・ブラウやモルト・シューマンの訳は、高い評価を得ている。このミュージカルは1968年ニューヨークでの、 初演から以降1800回以上公演されたもので、4人のアーチストがジャック・ブレルの曲を歌い継ぐ形式が取られる。ジャック・ブレルのアルバムは、数多くの国で、発売順や1枚ごとの収録曲などがバラバラにリリースされた経緯から、統一的なディスコグラフィーを規定しがたい面がある。また、タイトルも都度異なる場合がある。これらを簡略に整理するため、 本校では2003年9月23日に発売された16枚の CD セットボックス、ボイーテボンボンズにまとめられたオリジナルアルバムに限定し、このボックス特典 CD、ションサンズオー・ユー・バージアンス・インエディットでジアニスを加えたリストを掲示し、各アルバムのタイトルも CD ボックスの表記に準拠する。なお、1977年のアルバムにのみ放題を加える。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。